ちょはい、というわけでやってまいりました。フラチナリズムの暇なんですということでね、先日夢を見まして、婚活パーティーに出るという夢だったんですが、婚活パーティーに出た夢の中で最後に出会った女性が釈由美子さんでした。どうも釈シェイクヘビーユーザー羽賀健二です。よろしくお願いします。というわけでやってまいりました、フラチナリズムの暇なんです。フラチナリズムのボーカル&エンターテイナー森直文です。よろしくお願いします。いや、ありがたいですね。花見シーズンですね。でも花見に行けてないですよね。その時どうしたらいいのかなっていうふうに私考えました。皆さんもご自宅でお酒の準備とか皆さんね、できてますか？できてます。ありがとうございます。というわけで、そんなことで、このね、ご覧になった通り、後ろが緑色でございますけども、ね、緑色でございます。ここに今、お花を投影してやっていこうじゃないかということでございましてですね、じゃあ皆さんで一緒にまずは乾杯させていただきたいと思います。ビールが減ってるのは気にしないでください。なぜならアーカイブに残す時の録画ボタンを押し忘れてるので、ケツの30分しか撮れてません。乾杯。ほらすごい、ほらデジタル花見ってできるもんなんですね。人生って本当に素晴らしいですね。ミスを取り返すのに必死よ。必死。ずいぶん忙しかったですね、今ね。まくってまくって。30分を2分にしなきゃいけないです。それまくりにまくって今、私、配信ではね、もうすでに35分やってるんですけども、1時間実際はアーカイブを取らなければならないんですが、私、録画ボタンを押し抜かってましてですね、ケツの25分しか取れないという状況なんですけど、オープニング見てもらえて、この景色の中で酒飲んでるの見たら、なんとなくアーカイブ見てるあなたも察してくれるんじゃないかと。そういうようなことでございます。そんなことよりね、桜見ながらお酒飲むって本当に楽しいですよね。乾杯！ね、そういう始まり方でしたね。今日は釈由美子の話がしたくてしたくて、しょうがないということでございますけどもね、まさかの皆さん、生配信今見てる方にとっては本当にまさかの、早めの再放送ということでね、こんな早いデジャブがあるのかっていうところでね、もう皆さんには多大なるご迷惑を、おかすでにやからがを今コメントできてます。もう動画開始直後から僕も赤いということで、 YouTube ではもう直後から赤いということですからね。すいませんね。まくりましたね。で、まさかのトンネルということでね。いや、トンネルもありますけど、早く降ったらもうすごいでしょ。早く降ったらすごいでしょ。ね。ということでございますけど、まあ、こうやって桜を見ながら皆さんで楽しくお酒を飲みながら雑談しながらやっていくという回でございますからね。皆さんでね、楽しくやっていきたいなというふうに思うんですけども、この間ね、皆さんと一緒に作った暇なんですのテーマ曲がなんと、出来上がりました。ありがとうございます。というわけで、暇なんですのテーマ曲、僕が作詞作曲、僕と皆さんで作詞作曲して、そして、田村さん、うちのギターの田村さんがねアレンジしたもの、それがねなんと出来上がっておりますので、それを皆さんでちょっと一回聴いていきたいなというふうに思います。それでは聴いてください。暇なんですテーマ曲、レモンサワー入れてきます。というわけで聴いていただきました。暇なんですのテーマ曲が出来上がりました。
かっこいいですね。もう本当にオーバーステップ。うん、ラッパが入っていい感じになってるというコメントをいただきました。ありがとうございますね。いかがですか皆さんね、パチパチパチということで、結局ベースはタケちゃんが弾いたのかな。弾いてません。うん、素晴らしい。こんばんはということで、ね、ありがとうございます。今ちょうど始まったばっかりなんでね、ちょうどよかった、タイミング良かったですね。はい、時を戻そう。その状態ですね。最高だよ。ありがとうございます。もぐもぐタイム、タイムということでね。いや、ありがとうございます。出来上がりました。で、このテーマソングがどうなっていくかというと、今度は、この番組のオープニング映像として、まあ、4人がね、交代交代に生配信してるじゃないですか。でその中で、交代交代でこうやっていくんですが、そこの中で、オープニング映像として流す、やっぱりこう、番組っていうのはオープニング曲とオープニング映像があって、初めて成り立つということで、先週の水曜日に皆さんと一緒に作詞作曲したものを金曜日に田村さんがアレンジしてくれて、日曜日ぐらいに送られてきて、で、できましたね。なので今度はこれに竹内くんにオープニング映像をつけていただきたい。その模様も、番組でぜひともやっていきたいなというふうに思いますので、そちらの方も楽しみにしていただければというふうに思いますけど、皆さん飲んでますか？僕はもうレモンサワー行かせていただきます。ありがとうございます。改めまして乾杯。あ、いいですね。やっぱいいっすね。やっぱこう桜の下で酒飲めるっていうのもいいですね。うん、ありがとうございます。アルバム1曲目にということでね、却下っていう。ありがとうございます。ぜひベロベロの皆様も聞きたいところです。そうでしょ、ベロベロの皆様ね、聞かせてあげたい。うん、なんのレモンサワーこれですね。透けるんであれですが、あ、透けない、キリッと男前、サントリーのこだわり酒場レモンサワーですね。はい、こうなったらエンディング曲は作らないの。いや、エンディング曲はまあいらんかな。カン&パイって言わないの。さん、ごめんなさい、忘れてました。カン&パイ、プライベートではほとんど言ったことはないですよね。言わないでしょ、なかなかね。うん、大学生やったら言ってますよ。カン&パイ、大学生の時、まあ、僕中卒なんですけど、大学生の時やったら言うてるでしょうね。うん、みんなで飲む酒美味しいですね。みんな美味しいですか？もう最高じゃないですか。こうやってこう好きな人たちと好きな仲間と集まって、ウェブ上ですけど集まってこうやって桜を見ながらね、やっていくというのは本当に非常にいいじゃないですかね。うん、もう本当にもう皆さんのおかげですよ。こうやって幸せな気持ちにならしてもろてんのも、皆さんのおかげ、何より、まあ、僕のおかげですよ。ね。まあ実際はこういう感じですけどね。実際はこういう感じなんですけどね。はい、そうですね、美味しいですね。今日の別にアーカイブ残さんでもええぐらい内容ないよな。まあこれを楽しみにしてくださってる方もいるんでね、はい、やっていきたい。現実には戻りたくないということでね、まあ、桜の元でやっていきたいなというふうに思いますけども、カン&パイのコール最近やらないんですか？最近やらないというか、プライベートではもともとやってないですね。歌ではね、歌わせてもらったり、カン&パイのコールから乾杯の 歌に入るということはやりますけど、それはまあ、ライブとかね、そういう時にはやりますけどね。まあ、普段、自分たちで、お酒を飲むという時に、例えばメンバー全員その空間にいたとしても、やらないですね。やらないです。誰かいりゃやりますよ。誰かが求めりゃやりますけど、はい、あ、そうですね、かくれんぼはということでね、一回そうですね、実はこういうこともやってたということでね。そうですよ、そうですよ。森ちゃんどこだ
トンネルを抜けたら森ちゃんがドーン。本当にプライベートで普通にやるよって、いやそれはもう皆さんはやっていただきたいですよ。それはもう皆さんは やってください。皆さんはプライベートでカーンドパイの温度使ってください。僕はそのそもそもあんまお酒飲みに行かないですし、飲まないですから、あんまやらないです。あんまやらないというか全然やらないです。はい、全然やらないです。ゼロですね。永遠のゼロですね。はい、はい、早めの再放送ありがとうございます。これ食いながらだったら全然話できへんな。桜ソング、フラチナリズムの桜ソング作ってほしいということだね。まあいいですよ。その、なんていうのかな、季節もんをあんま作ってないんです。あんまりね、何曲かありますよ。季節系の歌って。なぜかっていうと、やっぱり夏の歌とか冬の歌を逆の季節で歌った時に、ちょっと違和感があるんで、ね、やってない。オールシーズン歌えるものを、作りたいということで、まあ季節ものは季節もので良さはあるんでね、何曲か作ってますけど、あんまりやってないですね。うん、そうですね。あんまやってないんでこうですね。あんまやってないときこうですね。あんまやってないときこうで、こっからこうでうえですね。はい。あ、乾杯の時ここぞとばかりにカーンドパイぶっ込んでる、ありがとうございます。もうそれはもう皆さんはもうぶっ込みまくってください。それは。ぶっこんでぶっこんで、ぜひよろしくお願いしますよ。はい、怖いということで、これ怖い。これ怖いんですね。この合成の膜に隠れるのはみんな怖いんですね。ストーリーは、まあそうですね、ストーリーは春ですね。ストーリー、僕らの曲で言うとストーリーは春、まあ、例えば抱きしめてワンダーランドは夏とかありますけど、あの歌詞に季節が出てくるものはねありますけど、うん、バックヤード隊がお花見不謹慎じゃないってツイートしてる。いや、これはもうそうやってツイートすべきです。皆さんも森さんがこの自宅待機の流れの中でめちゃくちゃ外で花見してるっぽいよ、この配信見てみてって言うといいかもしれないですね。エスフォルタアリーナはどうですか？いいアリーナですよ。レモンサワーを吹いた。ありがとうございます。レモンサワー吹いてくれて、俺もレモンサワー飲んでます。ありがとうございますね。真冬の札幌で夏特集やりましたね。夏ソング多めにやりましたね。やりました。春ソングってないかもしれないですね。僕、あるかな？あ、まあ、テトテとかは、テトテっていう曲があるんですけど、テトテとかは、春ですよね。春ソング。もう酔っ払いですかって聞かれてます。僕、今飲み始めて50分経ってますけども、どれぐらい酔ってるかっていうと、まあ、10段階中で言うと、10。ぴったり10ですよ。いやー、ありがとうございます。もう楽しいお酒飲ませてもらってます。お花見不謹慎和江、お花見してるってツイートしちゃったら、いやいいですよ。もうそれはもうお花見してますから。これ実際お花見してますよ。全く感染のリスクを背負わずに花見することができるということに僕は気づいてしまった。もうこれはもう僕の一人勝ちですよ。もう花見一人勝ち。あと皆さん見てる348人勝ちですよ。これはもう勝ちですよ。森さんって顔より首が赤いんですね。アップして。ね。飛んだフェティズムの時間。飛んだフェチの時間をね、過ごしてもらいましたけども。
カン&パイ言うてる割に弱いんですね。これよく言われるんですけども、本当にお酒僕飲まないので、弱いんですよ。弱くなりましたね、どんどんね。酔ったらポロリあるのかな、ね、ポロリはどうですかね。ジャジャマルピッコロポロリはあるかもしれないですけどね。ポロリーズ、ドキドキあっち向いて、プーンはあるかもしれないですけどね。まさかそんな尺で歌うと思わなかったですけど。はい。ということでね、本当に実に素晴らしい、実に素晴らしい、実に面白いね、言うてますけどもね、首輪っかの首輪っかフィールドっていうね、デビッド・カッパーフィールドっていうことでね、これでもう、ね、NOW! ですよね、はい、ニコニコプン世代の方、ね、この中にはもういらっしゃらないかもしれません、ニコニコプンの世代なんて、なんか、チーズあられ食べたいな、チーズあられ食べようか、ね、本当に、ね、チーズあられ、ね。で、諸越渡郎は相変わらず透ける。諸越渡郎激透け問題っていうね。やらせてもらってますけどもね。これあれですよ。この暇なんですっていう番組ね。週に、まあ7日間。週に7日間毎日配信してるんですけども。毎日配信してて。まあ、担当が4人メンバーがね、フラチナリズムって4人メンバーがいるんでね。4人のメンバーにこうやって振り分けてるんですけども。まあ、その中で、僕週3なんですよね、まあ、4人いて僕週3なんですよ。で明日も配信なんですね。だから火水土が僕の担当なんですけど ね 7日間あって4人いて連チャンってあるね。もう本当意味がわからん。もう意味が、では明日何やろうかなと思ってね、まあ、これ皆さんに、まあ、コメントなんかでいただいて明日何やるかっていうようなこともまあ、何やってほしいみたいなのがあったら言っていただければ、まあ、参考に、面白ければ参考にしますし、面白くなければ、唾吐き捨てます。はい。ペーズ皆さんのコメントに対して、ペーペーって言うてる。ですよね。それでやらせてもらいたいなっていうふうに思いますけど。森さんが一番暇なんですね。まあ、そうですね。森さん、一番暇というか、もう本当に、ずっと暇ですね。森は本当、森はずっと暇。なぜなら森ですからね。春ソング作りましょう。春ソングね。いいですね。今、トンネルに唾吐いてた。ありがとうございます。森ちゃん、宇宙を語る。多分ね、それも閲覧数、7よ。本当お酒弱い、本当お酒弱いですね。モノマネしてほしいです。森村直美が世の中から求められてる証拠ですよ。ありがとうございますね。世の中から求められてるとか、押し付けられてるというか、その非常にまあ非常に判断が難しいところですけどね。大事な話をすると現れるトンネル。確かに、さっきからなんか俺、なんか言うたびにな、言うたびにあれやな、トンネルに差し掛かってんな、確かに。明日はグリーンバック宇宙にして、あ、もう背景は毎回変えていこうと思ってます。うん、せっかくやからね。毎回こう景色が違う方が楽しいやんかね。うん。明日は海に行きたい。ちょっと早くない？大事なこと言うと出るよ、トンネル、ほんまに。ほんまですか？ありがとうございます。本当に、トンネル、ナイストンネル。森さん、一人ファッションショー。誰が楽しい？着替えの時間どうすんの？押し付けられてる。そうですね。今夜は爆睡できるのかな？どうだろうな。グリーン服、グリーンの服なんか俺持ってるっけ？持ってないと思うわ。グリーンの全身タイツだったらでも確かにおもろいな。顔だけ浮き出るからな。うん。いいですね。電波少年的グリーンバック。電波少年的、電波少年。あれね。もうすぐできるよ、はい。簡単にできるんちゃう？いやいや、いいですよ。本当に。
もみじ、いや早いね、季節季節的に4月にもみじ見えひんや。昨日はたけちゃんが、今日は田村さんがチャーハン作ってたから森さんも作ったら、料理はめんどい。料理はめんどい。子供さんの視聴者さんは泣きそうですね。確かにね。ね、お子さんは本当に。札幌で、あ、北海道で着てたジャージ緑やったね、確かにね。でもあれなんか黒の模様入ってるからね。うん。黒の模様だけ浮き出て、気持ち悪いで、多分。マダラ、マダラって呼ばれるで、俺。森くん、明日スーパームーンだよ。2020年最高らしい。植松義郎。プラチナリズムの元マネージャーですね。何してんの？ LINE も来たし。誰や？この LINE が誰から来たかだけみんなちょっと予想してもらっていい？流れ的に吉郎かな。森さん、大食い大会？激辛とかやる？全然仕事のラインやったわ。うん。全然仕事やった。ごめんね。養生テープ貼ればいいよ。確かにね。確かに体中に養生テープ貼り付ければ。体の好きなところだけこう緑を入れれば抜くことできますから、こうやって。好きなとこに緑を入れれば。こう、全然できるんですよ。こういう。ね。うん。こういうのもできますからね。激辛の、あのね、激辛のペヤングをね、探したんやけどな。ないのよ。あ、どこにあるのあれ。ディズニーをバックに背負ってディズニーを語ってください。もう絶対 YouTube 上げられへんやろ。絶対無理やん。もう著作権ですから。ディズニーをが、激辛得意ですか？嫌いじゃないですけど、そんなに辛いのはさすがに無理よ。顔だけ桜できますよ。こうですね。こうする。こうする。どう映ってんの？見えへんねん。うん。送ればいいのか？何を激、あ、そうか。激辛なんですの。いや、今ミートショップ伊藤さんっていう北海道のお肉屋さん来たから、あの一番辛いやつあるじゃないですか。あれ食べましょうか、じゃあ。送って。伊藤さんはそれ送って。ミートショップ伊藤さん。電話で誰かとコラボ。ああ、いいですね。誰かじゃあ明日呼びます、ゲスト。じゃあ、激辛はミートショップ伊藤さんの、提供で、激辛なんですの一番辛いやつ。何、幻でしたっけ？激辛なんです、幻っていうのがあるんですよ。辛いホルモン。それを、マジあれ、多分、引くほど辛いんで、あれ、激辛やりましょう。一回やりましょう、じゃあ。それどっかで。届いたらやりましょう。うん。伊藤ちゃん、美味しい展開に。まさかの宣伝効果あるっていうね。この配信で、まさかの宣伝効果あるってラッキーですね。うん。やりましょう。明日は無理なんで。明日は誰か、電話しましょうか。ゲスト会やります？まあ、作曲会でもいいですし、星野源さんのコラボのやつはやらないんですかって。もう僕がやろうとしたことをね、岡崎体育さんがやってたんでね、もうやんないですね。もう一人のマネージャーはまた別日に、紹介します。北海道限定の焼きそば弁当に水戸さんの激辛入れればいいんじゃない？北海道限定の焼きそば弁当もじゃあ送って。うん、コラボライブ、あ、そうです。生配信でトークだったらできますけど、演奏とかはね、やっぱり時差あるんでできないですね。
うん、はい、アンに送れと、はい、もう一人のマネージャーまた 別日に紹介しますよ、うん、この間のお返しで明日の20時ザビ様の予定確保したら、ザビか、あいつマイノリティのことしか言えへんからな。はい、あ、延長、まあ、飲んでるんでどうでもいいですね、はい、時間とかどうでもいいですね、このまま暇なんですを2時まで、深夜2時まで、激辛は喉やられちゃうよ、ボーカル的にやばくない、これ意外とね、皆さんこう激辛を飲むと、飲むとで食べると喉に声が出なくなるというようなことをよく聞くと思うんですけど、実はそんなことないっていう医学的データも出てるんですよ。僕も調べたんですよね、辛いもの好きやから、あの調べて自分がどれぐらい、まあ、歌歌うんでね、僕実は歌歌うんですよ、まあ、どんな歌歌うかっていうと、まあ、こんな代表曲はこんなのが、桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる、吹き止まない春の風の頃のままで、君が風に舞う髪かき上げた時の甘い香り戻ってくる、ヘベンションパーカーセンド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 ン、ヒュルリーラ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 ーで LINE 来たーっていうね、こんな感じで、まあ歌を歌うお仕事を基本的にはしてるんですね、自分で詩を書いて曲を作って歌を歌うっていうような、あの仕事を生業とさせてもらってますけども、覚えたでしょ、俺ね本当に学習能力の高さすごいのよ、この覚えるスピード、さっきね、あのこの放送、この YouTube のアーカイブの方には載ってないですけど、 YouTube のアーカイブの方には載ってないですけど、あのこのケツメイシさんのね、桜というあの歌の歌詞が全然わからんって言って、桜舞い散る中にはこっからもうわからんぐらいの感じだったんですけど、今一回歌詞見て一回歌ったらもう覚えたって、で最後ハングルジャンジャンマンジャンマンジャンジャンマンジャンなったなったっていうねことですけどね。からのファンモン、ファンモンの桜ってどんな曲、どんな曲って言うてる俺めっちゃ失礼じゃない俺加藤さん怒られるやん、加藤さんに絶対怒られるやん、これめっちゃライン来るわ、どんなん、どうした、大丈夫、全然大丈夫やったはい、やっぱり学習能力、適応能力たけてますよ。やっぱこの合成も本当にすぐマスターしましたからね、この桜を合成するということもね。まあだから明日はじゃああれやろうか、誰か呼ぶわ、誰か、じゃあゲスト呼ぶわ、誰がいい、誰呼んでほしい、誰呼んでほしい、言ってよ、その俺の交友関係みんな知ってると思うけど、俺の交友関係の中で誰呼んでほしいかということだけちょっと本当に教えて、今リクエストちょうだい、リクエストくれたらその人呼ぶわ、呼んでみる、まあスケジュールが無理やったらあれよ、加藤さん、ファンキー加藤さん、まあまあ大御所来るやん、急にいきなり大御所から始まる、それ柳めぐみ、金広、田中あ、後期ね、後期、ファンキー加藤、ミシシッピ掃除いらんねんそれ、元マネージャー吉郎、加藤さんでよくない加藤さんまあまあむずいぞ呼ぶん
ねえ、あの人ちゃんとスターやから、ちゃんとスターやから、加藤茶さん、ねね、呼べるかい、ペレクサだまあいいね、ファンちゃん、ファンちゃんって誰、ファンキーの、ファンキー加藤さん加藤さん、いやその密室はいかんよっていうか、僕のその前も配信でやりましたけど、あの僕のゲストの呼び方は全部オンライン上です。オンライン上で、この画面を分割して、まあインスタのコラボ配信みたいな感じで、まあスマートフォンを使ってこの配信画面を皆さんにお届けするという形ですね。大石正義さん、マーヌンね、大石さん、うん、聞けないことはないファンキー加藤さんも聞けないことはない。で、加藤鷹はもう知らん。連絡先知らん。加藤鷹は連絡先を知らん。うん、ただもうこれ。ただもうこれ。加藤さん来たら明日も来ますと思いますか、まあ、ちょっとじゃあ誰か段取りしますね。その加藤さんは、まあ、急に言うてもまあむずいから、急に明日って言っても難しい。 お兄ちゃん実の兄をゲストで呼んでどうする。大石正義、大石正義さんね、来るかな。いやどうもまあ聞かない。金広ね、金広サリーさんね、いいですね。加藤さんと桜を歌おう。中野さん、あー中野さんいいね。中野さん、三浦雄太郎、雄太郎ね、三浦智和さんと山口百恵さんの息子さんのね、雄太郎ね、三浦雄太郎も、まあ、仲良しですけど、うん、奥さん六角聖司、六角聖司は知らないけど、六角聖司にそっくりなうちの実の弟っていうのはいるはい、ちょっと背景酔うね。酔うか。うん。じゃあ、こうしようか。こっちで行こうか。ね。つっつんさん。まあ、いろんな方います。じゃあ、ちょっと、じゃあ、明日ゲスト会にしようか。誰か、じゃあ、段取りして、呼べる人呼びます。はい。明日は呼べる人を呼ぶと。うん。で、もし、誰もいなかった場合、仕方ないから、メンバー。宅飲みしてて怒られたのでコイン投げて出ます、ありがとうございます。中野さん、もういろんな方いますからね、もうあの森ちゃんの交友関係はね、本当にまあ、狭いですけど、そんな中でも一緒に配信して楽しい人をね呼びたいなと思います。大石さん家にいる大石さんの情報なんで俺今ゲットすんねん。大石さんはポリープ手術前だから、そうだよね、もう手術ですもんね、5月だから、うん。明日はね飲まないですね、もうそんなに毎日酒飲むほど酒好きじゃないっていうところもありますから、はい。というわけで今日は皆さんと、まあ、お花見をする、なぜそしてなぜ9時を超えても延長して配信してるのかというと、アーカイブを残すときに1時間ぐらいの枠じゃないと違和感があるからということでね、皆さんね、付き合っていただきましてありがとうございます。本当にもうレモンサワーでも酔っ払っております。花見ってやっぱいいね。日本人はやっぱこのお花見、これ何がいいのかはちょっとよくわかんないけど、桜を見ながらね、好きなやつらと酒飲みながら何でもない話をして、楽しいねって、こう桜綺麗だねとか、お酒美味しいねとか、今日楽しいねって、多分これって、何にもないんですけど、何にもないんですよ。結果として何にもないんだけど、でもそうやって言ってる意味のないことですら、実は自分のこのメンタルとかね、心の中では、すごく重要なことだったり、意味はなくとも重要なことってあるんすよ。これ人間生きてたら、これって意味ないなと思うことあるけど、
でも自分の中で重要なことってあるんですよね。うん。そんな中で、今コメントでまとめに入る森ちゃんって、やめてもらっていいですか？やめてもらっていい？本当に。もういい加減、その俺の手の内を明かすのやめて。意味ないかもしれんけど、意味はなくとも自分にとってまあ意味があることであればいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ皆さん大変な時期ですし、今日まあ緊急事態宣言が出されてね、まあロックダウンという形ではなくなりましたね。ロックダウンにはなってないです。でもやっぱり身の回りの人たちを守っていくということを真剣に取り組んで考えていかなきゃいけない時期だとは思うので、そんな時に外に出てヘラヘラ遊んでることが自分の中で正義だったらそうすればいいと思う。別に俺はそうすればいいと思うし、それが自分の中で正しいと思ってて自分の中に意味があると思うんだら、そういう人はそうすればいい。でも俺の中で、俺はそのね、このコミュニティ、自分のフラチナリズムっていうのがあって、スタッフがいて、でファンがいて、で潜在的なファンがいて、まあ、そういう人たちを僕の中では守りたいと思ってるので、家でもエンターテインメントを発信して皆さんと一緒に在宅で楽しめて、在宅でオンライン上だったら感染のリスクはないですから、うん、そんな中でこう楽しめるものをね、みんなに提供して少しでもまあ笑顔になれてね、また明日もなんか大変やけど頑張りましょうかねって言えるようなことにしたいなというふうに思ってるわけでございますよ。やってます。やってます。はい、やってます。うん、でもいいです。まあこれはもう本心なので、これは、うん、いいですよ。アーカイブに残って後で俺恥ずいんだろうな。一瞬途切れた？あ、ほんまごめんな。大丈夫？もう今大丈夫？一瞬途切れたって来てるわ。大丈夫かな？うん。今の背景が一番一緒にお花見してる気分になる。あ、そうですか。ありがとうございます。本当に。だから本当みんな、みんな意味や、みんながみんなの中で意味あることをやってるから、もうそれはもうそれでいいじゃないですか。ね。だからみんなも大事な人を守るために、大事な人にこうやっぱこうね、健康でいてもらうためにね、そういうような動きを一人一人が考えてね、それを実行していければね、もう1年後には、まあ1年かかるか2年かかるかは、これは僕言ってます、よく言ってますけど分かんないんであれですけど、まあ必ず一緒に生でね会って笑える時がね必ず来ると思いますんでね、そこを待ちわびるこの準備期間っていうのもいいじゃないですかね。その準備期間を俺らなるべく彩れるように頑張りますんでね、ぜひともよろしくお願いします。ということで、今日もね今日は長かったな、1時間15分やりましたけどもにわたってお送りしました、フラチナリズムの暇なんですでございます。明日水曜日の担当は、森です。私森直文でございますから、なるべく皆さんにね笑顔になってもらえるようなものを、配信していきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。というわけで今日も皆さん、1時間15分にわたりお付き合いいただきまして、本当に本当にありがとうございました。はい、諦めなければきっと大丈夫だと僕は信じておりますので、もう終わります、もう終わりますよ。楽しそうな森くんを見てるのが楽しいよ。ありがとうございます。お眠ですか？お眠じゃないですけどね、もうここからもう普通にラーメン食おうかなと思って、はい、今日新ラーメン買ってきたんでね、ラーメン食おうかなと思いますけども、はい、かなり出来上がりました。皆さんのおかげでいいお酒を桜の下で飲むことができました。デジタル花見、そんなに悪いもんじゃないね。いいね、素敵だね。ぜひとも皆さんもね、家でデジタル花見ね、もう何でもできますから、もう花見だろうが海水浴だろうがね、もみじ狩りだろうがもう何でもできますから、はい、なのでぜひともまた明日、ね、
この、スマホの向こう側なのかパソコンの向こう側なのか分かりませんが、そこでお会いできればというふうに思います。これだけ言ってきます。もうそんなに世界は悪いもんじゃない、そんなにこのね、自分が生きてる人生というのは悪いもんじゃないと思いますんでね、そんなことを思える一曲を最後聴いていただいてお別れとなります。今日は本当にどうもありがとうございました。フラチナリズム森直美、火曜日レギュラー森直美でした。さようなら。それでも世界は優しくて、なあ調子どうだい、こっちもなかなか大変で、一億年で何に切り離された気分だけど、さすがにメンタル参るよな、さすがに答えてしまうよな、でもひたすらあなたがずっと幸せでいられますのに、正義を振りかざして誰かを守りたくて、苦しむことすら見にくくて、美しい人間ってそういうもんだろう、だから僕は今ただ歌うよ、あなたと過ごした日々たちが間違いじゃなかった、間違いじゃなかったんだって証明するために。最後には